はい、本日はですね、こちらノースフェイスのフリースを紹介していきたいなというふうに思います。でちゃんと正式名称でいきますね。スティープテックジップフリースというフリースになってるんですけども、パッて見てもらったら分かる通りド派手やなーいう感じだと思うんですけど、これがですね、まあ、後々も喋ってはいくんですけど、なんか復刻らしいんですよね。だから多分これはノースフェイスがお好きな方とか、あとはまあちょっと派手めな感じがお好きな方とかには刺さると思うんですけども、まあそうじゃない、別にノースフェイスそんな好きじゃなくて、まあちょっと女子受けしそうやから買っとこうかなみたいな人とか、まあまあタクトーが紹介してるから見てんねんぐらいの人にはこれから多分動画見てもらってもあんま刺さることないとは思うんですけど、まあお好きな方にはねバンとハマっていく感じなんかなと思うので、もうこの段階で好きか嫌いかが分かれるような、ジャケットフリースっていう感じにはなってますので、まあ、その辺の話をしていこうかなというふうには思うんですが、やっぱりノースフェイスが好きで、もう3度の飯よりノースフェイス、もうギャンブルもせん、もう酒も飲まん、そして女もいかんという方はですね、まあこれ待ってましたっていう感じかもしれないですけど、それぐらい昔からノースフェイス愛が強い人なんかにはもう待望やと思うんですけど、僕は1990年代やったらですね、まだ10歳にもなってないので、このスティープテックシリーズがあったとか知らないんですよね。でこれを復刻した時に、そんなん昔あってんやぐらいにしか思ってないんですけど、まあ、刺さってる人にはおそらく刺さってるんでしょうね僕には刺さってはないんですけど、一応そういったフリースということになってますので、まあ、今日もいつも通り話をしていくんですけども、まずですね、形、こうどういった形があるんかとか、まあ、パッと見た感じからちょっと出なりに似てるなと、あれ後ろは若干ちゃうなっていう感じの形を見てもらって、次に特徴ですよね、このフリースならではの特徴とかっていうのを見ていって、その次デメリットで、これちょっとね最近のノースフェイスのフリースならではのデメリットかもしれないですけど、その辺の話をして、でその次おすすめの人で、その次にサイズ感という順番でいきたいなというふうに思います。ということでまずは最初は形から見ていきたいなと思います。で形はですね、先ほど言ったみたいに、もういかにもデナリジャケットにめちゃくちゃ似てるんですよね。でまあもし仮にこの黄色がちょっと苦手やなっていう方なんかは、もうオールブラックがあったりするので、多分あんま派手が好きじゃない方はそのブラックの方がいいと思うんですけど、まあ、こういった感じで前のポケットにまずチップがありますよと、でここは左の胸のポケットしかない、右はありませんよと、で次はこのハンドウォーマーの脇の部分というか、あの部分になってて、ここはデナリと同じようにジップがついている、ポケットっていうのが前に2箇所あります、両脇にありますということになってて、じゃあ後ろはどうなってるんですかというと、後ろはあれこんな珍しいなということで、ノースフェイスのロゴがど真ん中に来てるんですよね。あらあら、こんなの見たことないぜということで、基本的には右の肩のところにノースフェイスってロゴがあって、だいたいどのカラーを選んでもノースフェイスのロゴは白ですということなんですけど、今回これに関しては前と合わせて黄色になってるんですよね。だから例えばこの前の部分が、ロゴがですね白やったら、黒の場合とかやったら、ややこしいな、黒のジャケットの場合はこれが白になってるんですね。そしたら後ろは白になってるし、これあのグリーンっぽい色もあるんですね、緑っぽい色で、それやったら緑のこのロゴやったと思うんですよ確か。そしたら後ろも緑になってますということになってるので、まあ、そんなことはこの口で説明するより画像を見てもらったら分かると思うので、公式の画像を見てくださいということになってるんですけど、まあ、ざっとそんな感じの、見た目っていうのが特徴というか見た目になってますね。では次、形ではなくて特徴に行きたいなというふうに思います。で特徴としてはですね、まずこれとしてはこの右の胸にも入ってる通りスティープテックっていう、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、復刻したっていうのがもう一番の特徴なんですよね。で復刻したっていつ復刻したんですのを言ったら、1990年代にこのスティープテックっていう、要はスキーウェアとか、まあ、派手じゃないですか。だからその昔のこうスキーとかそっち系のブランドっていうか、そういうラインから復刻しましたよということになってるので、まあ、僕はちょっとその当時がどんな感じだったのか知らないんですけども、まあ、おそらくその当時も人気があったから復刻してるんやと思うんですけど、まあ、そういったスティープテックというノースフェイスでもスキーウェアのラインとか、まあ、そういうラインの人に向けておそらく販売してたんじゃないかということになってて、なんか調べたらですね、そのノースフェイスとなんか一人の男の人が契約してるみたいなんですね、スキーウェアの人と。でそれのラインで作ったっていうことらしいんですけども、まあ、いかんせんその90年代を僕知らないんであんまり詳しいことは言えないんですけど、まあ、とにかくこのスティープテックっていうラインであるっていうことが、まあ、一番の特徴にはなってくると思うんですけど、それが来た感じの着心地がどう変わんねんっていうと別にそんな変わらないので、まあ、見た目のインパクトっていうか見た目のこのスティープテックとかっていうところがまあ特徴やと思うんですけど、まあ、そういった部分があるということになってるので、より詳しいのを知りたいという方はですね、公式の部分を見てもらったりすることが一番正しいと思いますので、ざっくり特徴としてはスティープテックであるというところに行きたいなというふうに思うので次に行きますね。では次はですね、ちょっとサイズ感の話になるんですけど、あえてこれがちょっとオーバーサイズに作ってあるんですよね。でデナリジャケットをちょっと比較して見てもらおうと思ったんですが、今ですねこれ今日中に撮ってるんですけど、嫁が僕のデナリジャケットをなぜか着ていってるので今ないんですよね。だからデナリジャケットと比べようと思っても比べれなかったんですけども、公式のサイズ表とかあるじゃないですか、あれで見たりしたらやっぱり確かに身幅が大きいんですよね。でこれのスティープテックのフリースの方でも書いてあったんですけど、ビッグシルエットに作ってるっていうことやったんで、まあそんなめちゃくちゃって感じじゃないですけど、確かに 2-3 センチ横幅が太いなっていう感じになってるので、僕今度は後で見てもらうんですけど、今度っていうか後で見てもらうんですけど、 L サイズ着用してるっていう感じで、確かにちょっとゆったりしてるから M でも全然いけたなっていう感じにはな
ってるので、まあ、そういったちょっとサイズ感もあえてゆったりめにしてるっていうのが、これはスティープテックやからそうなのか、現代版にアップデートしてるのかは知らんけども、とにかくちょっと大きめになってるということになってるっていうことですね。で次がですね、これフリースではありがたいんですけど、これノースフェイスいつもやってくれて、ほんまノースフェイス神っていう感じになってくるんですけどね、これ何かっていうと静電気なんですよね。でこういったフリースってめちゃくちゃ静電気起こるじゃないですか。でフリースだけじゃなくてダウンジャケットとかもめちゃくちゃこう静電気起こったりとかしてて、パッて車乗ろうと思ってダウン脱ぎます、フリース脱ぎます、そしてドア手かけた瞬間バチッってなるじゃないですか。あの瞬間ってなるじゃないですか。だけど、まあ、車に悪いことはないから、この服が悪いねんけど、服も仕方ないっちゃ仕方ないからなと思いながら入るっていうことがあるんですけど、確かにノースフェイスのフリースがダウン着てたらあんまならんな、そういやなんでなんやろ、あ、静電気屋設計があるからだっていうことで、この静電気屋の設計があるということになってるので、まあ、この辺は、冬場になったらありがたいかなというふうに思いますので、まあ、これも変わらずちゃんと静電気を通しにくい糸を採用してるということになってますので、まあ、絶対起こらへんってわけじゃないけど、まあ、普通の服よりは全然起こらへんっていうことになってるので、これはありがたいかなというふうに思います。で次がですね、これ肩とか肘のところをちゃんと補強してくれてるんですよね。このグレーの部分がフリースになってるんですけど、ちゃんと肩の、肘の部分とかやったら、ちゃんとねナイロンの素材が使われてるので、肘こすったりしても全然破れたりしないようになってますし、あと肩のところもしっかりナイロンが補強されてて、ナイロンって言ったら例えばこういった僕が着てるようなマウンテンパーカーみたいなのあるじゃないですか。この生地よりもさらに分厚い生地これ採用してるんですよね。だから何やったらこの今僕が着てるやつよりも丈夫な補強をしてるっていうことになってるので、まあ、その辺はデナリジャケットにちょっと近い感じになってるんかなというふうに思いますね。だからこう見えてる、皆さんが見てもらってる黒の部分っていうのは全部ナイロンで補強されたりしてるので、まあ、この辺に関してはちゃんと、毛玉ができにくかったりだとか補強をされてるということになっておりますね。で次の特徴がですね、このフリースがですね結構肉厚なんですよね。でこの肉厚で結構がっしりした感じの生地になってて、僕が持ってるフリースの中でもまあまあ分厚めな感じになってるので、本当に寒い時期とかに着るようなフリースになってるので、例えばこういったマウンテンバーサマイクロとかって結構これって薄い感じになってるんですよね。こういうなんていうんですか、ちょっと肌寒い時に着るようなフリースっていうイメージではなくて、本格的に寒い時に着ちゃおうみたいな、でその上にマウンテンパーカー着ちゃおうぜみたいな感じのフリースの肉感というか肉厚な感じになってるっていうのもこのフリースならではですかね。でまあフリースってまあいいところがやっぱり家でもね、簡単じゃないですか。洗濯もポンってできるし、ほんで取り扱いもそんな難しくないし、まあその辺なんかはフリースのいいところであると思うんですけど、まあそういった感じになってるっていうのと、で次はですね個人的な部分なんですけど、これね到着した時に嫁がすぐ来たんですよね。でパッと思ったのが、やっぱこういうカラーって女性めっちゃ受けるっていうか映えるじゃないですか。だから男性の方がこういう色ってあんまりちょっとなんていうんですかね、結構普通の私服に入れるの難しかったりすると思うんですけど、女性はハマるんですよね。だからこれは男性が女性に着させたいフリースナンバーワンと言っても過言ではないということになってるので、本来もともとノースフェイスはそういう思いで出してないとは思うんですけども、僕個人的にはこれは女子に着させたいなということで、何やったら僕は嫁がいるので嫁しかできないんですけど、これはもし独身やったらですね、気になる女性がいたらいろんな人にかけれるやろうなと思ったりはするので、まあ、そういった楽しみ方もできるんじゃないかなというようなフリースになってますね。まあ単純に色が派手な嫌やったら黒でいいんですけどね、まあ、ちょっと派手なにしておけば女性とかも着れるやろうなみたいな感じで思ったりするので、まあ、これからなんかシースーなんか行った時のデートとかやったらルービー飲みながらちょっと肩にこのスーフリをかけてあげてみたいな感じの、まあ、デートもちょっとイメージがしやすいので、まあ、そういった感じで女子でも着やすそうな感じやなというふうには思います。まあ、特徴としてはこんな感じになってるんかなというふうには思うんですけど、 あともう一個あるのがですね、これ一応ダブルジップになってるんですよね。確かこれノースフェイスのデナリジャケットってダブルじゃなかったと思うんですよ。だからそう考えたら一応まあこういうのもワンポイントあるということにはなっておりますね。まあ、値段もねデナリよりも5000円ぐらい高いんですよ。だからまあそれが機能面にどんだけ反映されてるのと言われるとほぼ反映はされてない。だからまあスティープテックシリーズがいいという人にはその5000円を上乗せして復刻を買う価値はあると思うんですけど、まあまあそれは後でねデメリットとかはおすすめで喋るんでまあまあいいですわ、はい、ということになっているので、次はデメリットに行きたいなと思うんですけど、デメリットがじゃあ何なんかっていうとですね、このフリースのね素材がねノースフェイスって2018年17年ぐらいから変わったんですよ。で僕それ以降あんまり好きじゃなくて買ってなかったんですよね。でまあ今回はこれ復刻で限定やったっていうことで、まあ一回ちょっと買ってみようかなっていうことになってるんですけど、大体ねこのフリースの素材が使われてるんですよ、デナリとかも。って考えるとちょっとまあリサイクルのフリースを使ってることで環境にも配慮してるっていうのはもちろんいいんですけども、まあ、残念なところがあって
倒的に生地感が毛玉できるやろなっていうことになってて、もういかにも毛玉できますやんみたいな感じの、あの素材感っていうのがですね、これは結構好みが分かれる。前のフリースの素材知ってる人からしたら、これちょっとだいぶどうなんかなみたいな感じで思ったりするので、まあちょっと僕にとってはこのデメリットは生地感、フリースの生地感っていうのが大きく変わってるし、これがもし継続的に出されるフリースの素材なのであれば、まあ、僕は多分今後買わないとは思うんですけど、まあ、それぐらいちょっと毛玉ができそうかなというのがちょっとデメリットであるんちゃうかなというふうには思います。でまあ先ほど言った値段の部分なんですけど、値段の部分はですね 2万5000円といえども、まあ復刻やから珍しいというので、それに価値があると思う人も絶対いてるやろうし、逆にデナリに5000円追加してあのダブルジップぐらいしか機能ないんやったらいらんやんっていうした方もいらっしゃると思うんですよね。だからまあまあその辺はちょっと人によってはあると思うんですけど、まあちょっと毛玉に関してはこれはもう誰が見てもそうやろうなっていうところはあったりするので、個人的にはこの辺がデメリットかなというふうに思うんですが、じゃあ次おすすめの人がどんな人がおすすめなんていうと、やっぱりデザイン的にこういったデザインが好きとか、あとはスティーブテックのその復刻っていうところに価値を感じる方なんかにはやっぱりおすすめになってて、で特に復刻ってなるとやっぱりある程度サイズとかをちょっとアップデートしておかないと昔っぽさが残っちゃうじゃないですか。だけどまあ今ってたまたまか知らんけど、あのファッションの流れで90年代がまだ流行ったりとかしてるっていうところもあって、より90年代を復刻してるねんけども今っぽく着れるようにちょっとゆったりめにもなってたりするっていうことになってるので、まあおしゃれな人とか、まあ、昔のあのノースフェイスがお好き肩なんかにはグッと刺さるような感じのフリースになってるんじゃないかなというふうに思います。やっぱ特別感ありますしね、あの他の人とあんまりこう被りにくいじゃないですか。普通のデナリジャケットとかやったらやっぱりいっぱいそこらにいてるけども、まあ、このシリーズって知ってる人はもちろん知ってるけども、まあ、なかなか知らん人からしたらあれこういうの珍しいノースフェイスやなみたいになったりはすると思うので、まあ、その辺はおすすめの人になってくるんじゃないかなというふうには思います。でですね、まあ、あの最後はサイズっていうところに行きたいんですけども、サイズ感がですね、僕178-65kgで L サイズを着用してるんですね。で最初も言ったみたいにちょっとゆったりしてるんですよ。一回着てみましょうか。はい、とまあこんな感じになってるので、まあ、サイズ的には、まあ、M でももう一個下げても多分全然いけたとは思うんですけども、まあ、L サイズを一応購入してるという感じになってますね。これやったら一応中にもう一枚ちょっと厚手のフリースとかそのスウェットとかを入れたりしても全フリースは無理ですね。スウェット入れたりしても全然できるので、パーカーとか入れたりしてもいけるやろうなっていうような、この腕の余りであったりこの身幅の余り感があるかなと思います。はい、ではですね、まあ、最後は着用動画見てもらうんですけども、まあ、僕の着用動画だけじゃなくてこの色やったらせっかくやったら女性も多分着れると思うので、まあ、僕の嫁がね背がちっちゃいんですけど、まあ、それでもなんかオーバーサイズに着て可愛いやんって自分で言ってたんで、まあ、最後それも一緒に見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、本日はですねノースフェイスのスティープテックジップフリースを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。